は、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は、オリジンヒーロー確約を引いていきたいなと思います。アルティメットエディションの予約特典の一つですね。オリジンヒーローという、まあ、カードが1枚ゲットできるというパックがもらえてます。まあ、ストアに行くと、もう最初からありました。いつ引こうか、いつ引こうか、迷って今引きます。さあ、やはり、どうでしょうか？当たるのでしょうか？これは。まあ、狙いとしては、エデン・アザール。あとは、マイコン。ここら辺ちゃうかな？ああ。でも、当たんの？ほんまに。まあ、これで、この引きで、今作、当たるか当たらへんか決まるみたいな、感じもあるんでね。で、個人的に、やっぱり過去作振り返るとこういう確約系っていうのはあんまり当たってはないんで、自分は今作こそはやっていければなと思います。で、一応これね、11月にプライムヒーローにアップグレードされますんで、うん、本当に先も見据えてやっぱいい選手引きたい。多分ね、プライムになっても、使えるのはアザール、マイコンあたりじゃない？どう？グティとかもいけんのかな？で、ヤトゥーレはどうなんかちょっとわかんない感じですけど。まあ一応、この14名の中から1名ゲットできると。まあほんとマイコン、アザール当てれれば万々歳。で、ヤトゥーレ、グティ、ハムシク、マトゥイディ。あたり欲しいかな。キーパーのハワードはちょっとごめんなさい。これはちょっとごめんなさいなんで、それはやめて。うん、ハワードはやめてほしいなというふうなところで、本当にアザール、マイコンが欲しい。狙っていきましょう。多分国でわかるね。多分国でマジでわかるんちゃう。一択。フランス、イングランド以外は一択ですね。ブラジル、ベルギー。お願いします。さあ行きましょう。今作は当たるのでしょうか？これで全てが決まります。あ、待って、演出ないんちゃん。強いですか？これは。